よう松山。ジト、お前らのチームワーク、今日はペシャンコに叩き潰してやるたい。そういうわけなんで覚悟してくださいね。お前たちの強さはもう分かっている。覚悟するのはそっちだ。俺たちの強さ、フラノのサッカーの強さ、思い知らせてやる。せいぜいちまちまやってみればいいたい。ガッハッハッハッ。上等じゃないですか。やってやりましょう、キャプテン。ああ、やってやるさ。みんな俺についてこい。お前の噂はわしの耳にも聞こえてきとるたい。長年喧嘩に明け暮れてきたわしの勘が、お前はただ者じゃないと告げているたい。わしのパワーでぶっ潰してやるから覚悟しておくたい。何と言われてもの、それは、まあとにかくたくさん食べることよ。わしらの年ならそれで成長するたい。しかし勝負の前にそんなこと聞くとは変わった男たい。お聞きください、この大歓声。スタジアムは超満員。いよいよ注目の対決の火蓋が切られようとしています。フラノ対平戸、ここ埼玉ワールドスタジアムは割れんばかりの大歓声。そして今、大歓声に揺れ動くフィールドに両チーム入場です。さあ試合開始。ここはパスを出した。坂松くん、ここはパスを出した。坂松くん、激しいタックル。松山くん、ボールダッシュ成功。中条くん、ボールを奪った。いけ中条くん、ここは抜かせません。狙いすましたパスを受ける。ゴールを狙う。滝沢くん、パスを出します。松山くん、激しいタックル。
ントキックで大きく蹴り出した。ジトー君ロングパスを受けます。ここで止めた。ドリブルでボールを運ぶ。ソダ君ボールを奪うことができません。オダ君センタリングを上げた。畠山君これはキャッチできない。パスを出します。パスを回す。ここから一気に攻め込みたいところ。ジトー君激しいタックル。チャージが決まった。松山君シュートまで持ち込むか。シュートパントキックどこまで運べるか。チャージが決まった。ジトー君ここはパスを出した。米沢君ここは抜かせません。小田君それここからチャンスを作れるか。米沢君ここはパスを出した。ジトー君ボールを奪った。あっという間に前半も15分が経過。はあ、ここから流れをつかむのはどちらのチームか。チャージが決まった。野田君ここはパスを出した。いけかばして振り切った。野田君ここは抜かせません。そら野田君激しいタックル。武田君横にかわして突破。これはごぼう抜きだ。素早く横にかわす。敵陣へ攻め込みます。かわして振り切った。さあスを出します。チャージが決まった。おら それ野田君ボールを奪うことができません。敵陣へ攻め込みます。ソダ君ここは抜かせません。サンヤボールダッシュ成功。狙いすましたパスを送る。素早く横にパス。あっと奪い返した。米沢君激しいタックル。スライディングで止めた。体ごとぶつかっていった。そら中川君ここからチャンスを作れるか。パスを回す。ここでチャンスを潰します。おっと少し交代だ。中川君ここからチャンスを作れるか。中川君激しいタックル。平戸闘志をむき出しにして相手チームへと向かっていく。中川君まさに走るダンスカーだ。なんという破壊力だ。中川君まさに走るダンスカー。前半を終えて未だ同点。ここからさらなる激さあ注目の後半戦。ボールダッシュ成功。スライディングで止めた。麦田君ここで止めた。麦田君パスを回す。中条君激しいタックル。米沢君ここは抜かせません。中川君パスを出します。なんと奪い返した。チャージが決まった。パントキックで大きく蹴り出した。松山君ダイレクトでパス。おら森末君ボールを奪うことができません。ドリブルと見せかけてパス。パスを出します。チャージが決まった。ジトー君まさに走るダンプカーだ。横をすり抜けた。麦田君だ激しいタックル。そらパスを回す。パスを出します。体ごとぶつかっていった。サロンスライディングで止めた。それパスを回す。このタックルは不発に終わります。これはもう使える。ジトー君ここは抜かせません。松山君激しいタックル。狙いすましたパスを送る。ここから打ってきた。パ
アントキック、どこまで運べるか。松山君ワンタッチで送る、横をすり抜けた。ここから一気に攻め込みたいところ。ソラ君ここはパスを出した。まだちょっとぶつかっていった。若松君ここはパスを出した。中条君ここは抜かせません。かわして振り切った。風君ここは抜かせません。若松君パスを回す。ソラ君ここは抜かせません。若松君激しいタックル。ここから一気に攻め込んでいった。体ごとぶつかっていった。トマト君なんという破壊力だ。体ごとぶつかっていった。それ松山さん、松山さん鋭いスライディング。小田君ここで奪った。中条君スライディング。決まった。それ中川くん、ここはパスを出した。スライディングで止めた。よっしゃー、チャージが決まった。松山くん、ここは勝負を避けた。野田くん、ここにかわして突破。曽田くん、ここは抜かせません。平野、闘志をむき出しにして相手チームへと向かっていく。倉野、これはチーム全員で相手ボールを握るショットだ。まだ攻撃だ。畠山君これはキャッチできない。このボールをつなげられるか。激しいタックル。ゴール前に上げた。このセンタリングを物にできるか。空中での激突だ。中川君この大一番を制する。チトラパスを回す。平戸ここからカウンターを仕掛ける。チャージが決まった。パントキックで大きく蹴り出した。野田くん激しいタックル。狙いすましたパスを送る。ゴール前に持ち込む。豪快にシュート。さあボールと真っ向勝負。畠山くんまさに死闘。激しい戦いが両者引き分けという結果に終わりました。ご覧ください、スタジアムを試合開始です。それ小田君センターラインを越えて攻め込む。曽田君このスライディングが決まった。あっ奪い返した。中川パスを回す。チャンスが決まった。体ごとぶつかっていった。奪い返した。長岡くんパスを出します。佐野くん軽渡しのような動き。チャージが決まった。中川くんパスを回す。ドリブルと見せかけてパス。ドリブルでボールを運ぶ。横にかわして突破。鋭いスライディング。パスを回す。神道くんなんという破壊力だ。やった。佐野くん巧みに寄り倒した。チャージが決まった。中川パスを回す。素早く横にかわす。シュートまで持ち込めるか。
ここから打ってきた畠山くん、ゴールを割らせません。パントキックで大きく蹴り出した。このパスは通らない。素早くつなぎます。ここは抜かせません。激しいタックル。巧みにひょいてかわした。チャンスが決まった。ここは抜かせません。チャンスが決まった。このパスは通れない。体ごとぶつかっていった。早くも前半の半分が経過しましたが、試合の行方はまだまだ分かりません。センタリングを上げた。ここだ。センタリングに合わせる。あっと、これを弾いた。よし、ここは抜かせません。野田君、ここはパスを出した。くらえ、これで決める。豪快なシュートだ。畠山君、横に飛んだ。このゴールでみんなの期待と思いは裏切れない。このボールをコントロール。中川くん、ここは抜かせません。ここからセンタリング、クロスに合わせに行く。これは一騎打ちだ。空中での激突だ。これは両者攻撃だ。小田くん、タックルを決めた。これはシュートだ。弾きます。ここはものにした。松山くん、ここは抜かせません。スローインでのリスタート。ボールを奪った。ここからセンタリング、中川くん、センタリングに合わせる。空高くで火花を散らす。畠山くん、横に飛んだ。パントキック、どこまで運べるか。長いパスが通った。チャンスが決まった。児童くん、激しいタックル。なんという破壊力だ。チャンスが決まった。あっと、奪い返した。森田くん、激しいタックル。野田くん、ここはパスを出した。ドリブルでボールを運ぶ。パスを出します。森末くん、ボールを奪うことができません。さあ、ゴール前です。ここだ。からシュートに持っていくぞ。畠山くん、このシュートに反応している。よし、やったぜ。決めてきた。このパスをトラップ。畠山くん、ここは抜かせません。ドリブルでボールを運ぶ。中条くん、このパスをカットします。チャージが決まった。さあ、前半アディショナルタイム突入。できればいい流れで前半を終えたいところ。センターラインを越えて攻め込む。体ごとぶつかっていった。いけ。ゴール前に持ち込んだ。必殺のシュートでゴールを狙う。このボールに飛びつく。畠山くん、ゴールを割らせません。パントキック、どこまで。フラモ、前半を優位に。いけ。後半開始。パスを受けた。森末くん、横にかわして。ここは米沢くん、激しいタックル。チャージが決まった。シンゴくん、なんという破壊力だ。横をすり抜けた。そうだ。麦田くん、激しいタックル。ここはパスを出した。ドリブルでボールを運ぶ。チャージが決まった。野田くん、素早く横にかわす。キラド、闘志をむき出しにして相手チームにボールを向かっていく。このスライディングが決まった。野田くん、激しいタックル。横にかわして突破。キラドくん、カルワタスのような動き。巧みにひょいてかわした。佐野くん、カ
る私のような動き、鋭く当たるフルーツシュート。はぁ、加藤君、このシュートに反応している。パントキック、どこまで運べるか。ボールを奪った。中条君、パスを出します。小田君、ボールダッシュ成功。フラノ、これはチーム全員で相手ボールを目指す流れ攻撃だ。横をすり抜けた。佐野君、ここからチャンスを作れるか。パスを回す。ドリブルと見せかけてパス。チャージが決まった。佐野君、素早く送るパス。体ごとぶつかっていった。それ、あとドリブルを見送る。いけ、チャージが決まった。サリ、サロン、若松くん、ボールを狙うも届かない。麦田くん、激しいタックル。いけ、小田くん、ここはパスを出した。佐田くん、ここは抜かせません。いけ、中松君、タックルも決めた。ゴール前に上げた。このセンタリングをものにできるか。パントキックで大きく蹴り出した。いけたい。米沢君、ここは抜かせません。それ、激しいタックル、かわして振り切った。金田君、パスを回す。横をすり抜けた。小田君、シュートまで持ち込めるか。ゴールを狙う。パントキック、どこまで運べるか。姫路君、このボールをコントロール。チャージが決まった。小田君、センターラインを越えて攻め込む。松山君、ここはパスを出した。ロングボールを送る。これはゴールラインを割ります。キーパーからのリスタートです。ロングパスだ。松山君、まさに走るダンプカーだ。松山君、激しいタックル。いけ、松山君、センターラインを越えて攻め込む。ここだ。これはシュート、軽快なシュートだ。横飛びで鋭く反応。畠山君、これはキャッチできない。中川君、センタリングを上げた。余裕、ここで激突。空中でぶつかり合う。この大一番を制する。まさにヒット。やったぞ。パスを回す。体ごとぶつかっていった。森末君、ボールを奪うことができません。中条君、ボールダッシュ成功。中条君、ここは抜かせません。なんという破壊力だ。森田君、激しいタックル。なんと奪い返した。パスを出します。それ。たくみをちょいとかわした。ジドウ君、もらった。センターラインを越えて攻め込む。劇的な幕切れ。終盤のゴールに勝利の女神が微笑みました。
どうだチト、これが俺たちのクラノのサッカーだ。その意地っ張りなところ、お前もなかなかの男たい。その調子で残りの試合も頑張るたい。チト、ああもちろんだ、絶対に勝ってみせる。日本は広いの。え？わしが勝負したいと思う男が翼以外にもまだいたってことたい。これじゃあますますサッカーをやめるわけにはいかなくなったの。あんな1年生にやられるなんて、わしも全国大会からの短い間に鈍ったものたい。けど勝負は勝負、あいつの実力は認めないといかんたい。あいつが佐野よりも力があるならば、来年の平戸中全国制覇に向けてもう一度佐野を鍛え直さんといかんの。今のシュートはいいぞ、だいぶ形になってきたじゃないか。おっと、そろそろみんなが来る時間だな。グラウンド整備するぞ。それにしてもお前も練習熱心だよな、大したもんだぜ。でも怪我だけは気をつけろよ。上手くなりたいってその気概は大切だけどな、怪我は自分だけじゃなくチームにも迷惑がかかるんだぜ。まあ今は痛いのかゆいの言ってられない、何があっても絶対に全勝したいからな。ああお前はまだそれでいい、1年生なんだからな。でも3年生になるとそうはいかない、いろいろ背負うものがあってな。俺たち富良野中サッカー部の3年生は小学校の時からずっと同じチームでさ、この前の全国大会が最後の大会だったんだ。優勝を目指して頑張ったけど結果は準決勝止まり、残念だったけど悔いはないつもりだった。中学を出ればみんな進路はバラバラだ。この思い出を胸にこれからみんなはそれぞれの道を行くんだなって思ってた。でも思いがけずにこの大会ができた。みんなで最高の思い出を作るチャンスがもう一回来たんだ。それに俺たちの中には受験勉強とか実家の手伝いでチームを抜けなきゃいけなかったやつもいてさ、そいつらの思いも俺たちは背負ってる。だから何が何でも絶対に全勝する。そのために俺ができることは全てやりきる。この大会への参加が決まった時そう決めたんだ。最後の最後に全部勝って俺たちは最高だったって証明してみんなで思いっきり喜ぶためにな。キャプテン、おはようございます。おう、みんな来たか。監督はちょっと遅れるらしいです。その代わり牛乳と蜂蜜で作った特製スタミナドリンク持ってきてくれるみたいですよ。ああそれは助かるな。よし、じゃあ今日も気合い入れていくぞ。あ、よし、あとはボール磨きだな。あ、キャプテン、それ今日は俺たちがやりますから。ええ、今日は
先に上がってください。いやでも。いいからいいから、たまには早く帰って少しでも体を休めてください。ああ、じゃあまた明日な。なあちょっといいか、キャプテンについてなんだけど、いつもと違う気がしてな。いや今までだってものすごく頑張る人だったぜ。でも今回は今までとは入れ込み方が違うんだ。俺たちもキャプテンとの付き合いは長いからなんとなくわかるんだ。でさ、お前最近キャプテンとよく一緒にいるだろ。一体何があったんだ、キャプテンから何か聞いてないか。そうか、そういうことか。俺たちのこと、抜けなきゃいけなかったあいつらのこと全部背負おうって。ああキャプテンらしいな。みんな、提案があるんだけど。あ、ちょっと悪い。あれ、山室からだ。なんだろう。よう、山室、どうした？あ、金田、実はさ。え、マジで？なんだ。キャプテン、おはようございます。お前らこんな早くにどうしたんだ。どうしたって決まってるじゃないですか、朝練ですよ。俺たちはキャプテンよりも才能がないんだから、キャプテンより練習しないといけませんからね。こいつから聞いたんですよ、キャプテンがいつも以上に頑張ってる理由。ええ、キャプテンの思いは俺たちみんなも持ってる思いですよ。キャプテン。山室、それに松田と近藤もどうしてここに。みんなのことが気になって勉強に集中できなかったので来ちゃいました。俺もです。むしろちゃんと最後まで戦い切ってからの方が受験にも集中できるかなって。親と喧嘩になりましたけど、うちの手伝いは大会が終わってからやるってなんとか認めさせたんですよ。俺だってもう子供じゃないんだって。それに新人が頑張ってるのを見たら俺らも力にならないわけにはいかないなって。ああ、お前たちがいてくれれば心強いぜ。それで実はですね、受験勉強してて新しい戦術を思いついたんですけど、背水の陣ってどうでしょう。背水の陣？雪崩作戦を一歩進めた戦術で、言ってしまえば究極のカウンターです。俺も最初に聞いた時にこれはいけるんじゃないかなって思いました。うちはどっちかといえば守備型のチームですし。次は東方戦、あのヒューガや沢田、ソリマチが相手だと攻め込まれる展開が増えるはずです。それに普通に攻め込んでもキーパーの若島津から点を取るのはやっぱり難しいです。だったらいっそのことギリギリまでわざと押し込まれておいて、チャンスと見たら一気に全員で攻撃に出るんです。自陣に敵を多く引っ張り出す分、雪崩攻撃よりも危ないですけど、決まれば圧倒的な数的優位を作れるってことです。俺たちが数的優位を作れれば、若島津といえどゴールできないことはありません。守備から攻撃に移るタイミングを全員が見極めて、全員が一瞬で意識を切り替えて一斉に動き出さないとできない戦術ですけど。だからこそ俺たちならじゃなくて俺たちしかできないと思うんですよ。お前らそんなにまでチームのことを考えていてくれたんだな。そりゃそうです、俺たちだってフラノ中の一員ですからね。絶対に全勝しましょうキャプテン。ああ
もちろんだ。それじゃあ早速フォーメーション練習だ。時間がない、目いっぱい集中していくぞ。ああ、それと親父からの差し入れでうちの牧場の肉いっぱい持ってきたんだ。今晩みんなで食おうぜ。おお、それじゃあ張り切っていくぞ。試合の、うん、頑張れ。それ。よし。やった。お前誰だ？